DJ ソーライ。明日、もう本当明日だよね、まさに。あと、もうなった今日、10月28日、大陸の橋がサービス開始してから 3年を迎えるにゃ。だから今日も記念して、ルビー20個をプレゼントするにゃ。石の上にも3年って言われてる技があるにゃ。冷たい石の上でも、3年も座っていれば温まる。つまり、我慢していればいいことがあるって意味にゃ。でも僕らの3年は、みんなのおかげで最初から温かかったし、毎日いいことだけだったにゃ。なるほどにゃ。来たー3周年おめでとうございます。さあ、来ましたよ。3周年にふさわしいガチャにするように行こうかなと思ってます。3周年ルビー1000個プラスアルファプレゼント、ありがとうございます。これはマジ興奮した。もうすでにこれで入ってんの、やばいね、やばいね、やばいね。はい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 、あれここに入ってない、あ、来た来た来た。まず受け取ろうか。3周年記念プレゼント、ハッピー3周年記念ケミニ素敵なプレゼントには、3周年を記念して、そして4年目への決意を込めて、さらに8がつく日のプレゼントも合わせてルビー1046個ドーンとプレゼントには、これもスズピーとスタッフが猫島で猫島で頑張ってくれたおかげじゃなくて、本当にすごいのは3年間ずっと奥多摩の大陸の橋を支え続けてくれた君たちには。おっと待って、全部読めてなかったんじゃない、本当にありがとうにゃ。僕たちも頑張るにゃ。うわ、ポジティブなメッセージありがとうございます。そして1046個ありがとうございます。さあ来た、サードアニバーサリーリング。これ内容ちょっとチェックしてなかったんだけど、ハッピー3周年記念その2、3周年のプレゼントはまだまだあるにゃ。サードアニバーサリーリングを贈るにゃ。これを身につけてると僕たち猫の不思議な力で戦闘中の状態異常を防いでくれるにゃ。あ、たまに防ぎきれないこともあるけど、そんな時は運が悪かったってことでごめんなさいにゃ。僕らの手作りだから大事に使ってほしいにゃ。ありがとうございますにゃ。さあ来ました、3周年記念プレゼント、ハッピー3周年記念その3、3周年選べる歴世の旅人同席、同編送るにゃ。これを持って交換所に行けば、なんと巡り合う旅人たちから出現する星をキャラクターのうち誰か一人を選んで迎え入れることができるのにゃ。君の旅団を強くするチャンスなのにゃ。さあレッツ同編、さあレッツガチャタイム来ました。あとでその後に選べるのもやりますんで、それも合わせて、で功績も一応取っとこうか。なんかいっぱいもらえるのにゃ。さあゲットしよう。ルビーはないのね欲張り、怒られる。いやマジガチ今日やばいから、ガチで今日やらかすでしょ、マジ爆死でしょ。なんかいっぱいもらえるぞ、まだもらえるぞ。3分経過、3周年経って3分経過。さあ行こうか。一応メンバーね、メンバーは推しキャラで並べてます。セシリちゃん、ソロネちゃん、ディトレイナちゃん、エリカジョ、オフエリア様、ソフィアちゃん、シグナちゃん、アラウネ様となってますと。じゃあ今日はね、しっかりルビー5464個、天井4500ですよね。天井覚悟爆死、さすがのね2週連続神引き炎上案件だったので、さすがのスズピーも、おこいつのガチャテーブルちょっとやりすぎなんじゃないの、調整入れた方がいいんじゃないのってね、ざわついてたらいいんですけど、まだ届いてないかもしれませんが、さあ一応ライブガチャも切り抜き取りますんで、そっちの方でもね、後で見てくれる方もいたらありがたいです。さあ行きましょうか。回す方も多いんじゃないでしょうか。3周年テリオンさん、テリオンさんじゃない、テメノスさん、テメノスさんとアグネアちゃん、まあこの2人はねめちゃめちゃ多分オクトラ2でも人気キャラだと思うので、まあ僕はソロをね推しではいたんですが、正直アグネアちゃんもだいぶ上位に来るキャラクターではあります。まあ行きましょうか。
テメノスさん、こんなのもあるのね。3周目じゃあ行きましょうか。こっから行きましょうか。アグネアちゃん、まあ1点狙い。ガチャタイムスタート。ガチャ行きましょうか。さあまずは一発目行きましょう。まあその前に3周年おめでとうございます、改めて。ってことでオクトラ2のアグネアちゃんガチャ行ってみたいと思います。あ、ちょっと待って、アンケートを見てなかった。アンケートを見よう。あの答えてくれた方ありがとうございます。本当ね、練習ここ毎週ね、毎週神引きだった。まあ今日初めて訪れたって方、アーカイブで見てる方も、あの、え、何それ、そんな聞いてねえぞって、ふざけんじゃねえぞっていうね、あのもうそれぐらいねざわつく神引きだったので、そろそろ天罰が来るんじゃないかなと、ビクビクしながら迎える3周年24時ぴったりんこ過ぎてからの今5分経ちました。アンケート、さすがに爆死、緊急メンテナンスやります。これ歌舞伎緊急メンテナンスはあれですからね、神引き案件ですからね、炎上神引き爆笑させろ。はい、皆さんお待たせしました、爆死案件。さすがにでしょ、さすがのスズピーも怒るでしょ、こいつのガチャやりすぎだっつって。さあ行きましょう、オクトラストラベラー2。僕のね、オクトラストラベラー体育の覇者のやるきっかけを、背中押しをめちゃめちゃしてくれたのはオクトラ2なんでね、オクトラ2の発売が決まってプレイステーションのプラットフォームでプレイできるっていうのが決まった、もう調整を入ってオクトラの体育の覇者始めたので、さあ行きましょう。そんなオクトラ2のアグネアちゃん、俺をスターにさせてくれ。さあ来た、行きましょう。3周年乾杯。アグネアと言ったら桃ってことで、今日桃のお酒を飲んでます。さあ来た、まあまずは普通だよね、モヤモヤはない、モヤモヤは軽くある中でも青いね、キノコみたいなのがちょいちょい飛んでると。さあまずは10連目いきましょう。シェルビーさんね、私でよければ、いや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 、いろんな踊りを見てみたいな。踊り子で攻めてくるね。その、まあそのって感じだよね。ごめんなさい。すみません。拳だね、握るべきは拳ではないのです。ほろ酔いを握ってます。その、今回レバンさんアピールするね。いろんな踊りを見てみたいな。まずはちょっとペレジーの挨拶、やっぱり3周年のマイルズから立派な聖火騎士になるために、立派なガチャ芸人になるために、俺には誰かに助けられ、私にふさわしい人いるかしら。渋いね渋いね、そんな笑いもなくって感じだね。もう一回行きましょうか。まあ、とりあえずはペレジーカモンだよね。ペレジー来ないと話にならないよね。お、ブラックアウト長い。ああ、これやばいよ。ブラックアウト長い時はいい引きする説、うちのガチャテーブル。あ、でもモヤモヤもないね。来いペレジー。ロロちゃん、僕の庭で好き勝手させない。やべえ、ロロちゃんめっちゃおこだ。立派な聖火騎士になるために、3周年はそうさせねえぞってロロちゃんが開幕も来てるもんね。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。頼むよ。トガミトを殺すのが俺の仕事だ。いや、物騒なやつ出てきた。その、よし、じゃあレバンちゃんのさ、そのってこっちまでそのさ、そのみたいなリアクションになっちゃうよね。俺は完璧な回答。母ちゃん、さて、いい仕事はある。
俺は商人みたいなもんです。商人みたいなもんか。伝承から様々な学びを得たいのです。そう、素材求めて3000里、爆死求めて3000里。おいい感じに渋いね。30連目普通だよね。ちょっともやってるぐらいだよね。ちょいもやぐらいだもんね。早く一人前の踊り子になるんだ。ちょいもやだよね。この大陸にはいろんな伝説があるの。わあ、今日も伝説作りたいぜ。商談成立だな。まだ成立してません。成果の導きってやつだ。まだ導いてないぜ。立派な学者になるために。マイルズ君、立派な成果騎士になるために。立派つなぎ。魔物の気配を探りたいのか。いや、おっと来た。魔物いっぱい食べるぞ。ウーゴさん来た。こっからウーゴあれだよね、ウーゴガチャ始まったよ。もっと頑張らないと。これで確率アップでしょ。ウーゴの加護を今授かったから。ウーゴさんランキングで13位って言ってましたよね、あの生放送で。仕方ないわね。お、これがやっぱあれだよね、オークトラだよね。30連いったか。40連目いくか。さあ来い。さあ、やっぱほろ酔いを飲み終えてからやらなかったのがいけなかったのかな。お、普通っぽいね。モヤモヤがないね。すり抜けとかもないもんね。金が必要だな。というかあれだよね、今度あれ、これ今日爆死フラグ立ってるね。あ、来た。まさかのペレジーに興味があるのかね。ペレジーで確率爆上がり。待って、ウーゴからのペレジーだからね。今回来たよ。ホセちゃんは最も前に助けられたことはないぞ。新しい知識は、まあまあ、ペレジーの次はね、ビッグ確定だからね、うん、鳥が飛んでいるのです。あ、やべ、ロロちゃん怒ってったら。僕の庭で好き勝手させない。やめてよ、ペレジーとさ、ウーゴの加護をさ。まあ、いっぱいやりたまえ。やってんだけどね。君の話を聞かせてくれないか。面白い展開を頼むぜ。私の魅力を磨かないとね。何でも早いのが一番だよな。いつも出るポーラちゃんとか出ないのがちょっと心配なんだよね。明るくしてあげるってさ、結構連発で来るのに出てこないんだよね。それがちょっと、ね、心配なんだよね。50連目いきましょうか。やばいね、一個も何も出ないね。もや弱いね、もや弱いよね、もや弱いね。でもペレジーの加護、ペレジーとウーゴの加護をついてるから。人助けこそ最も。はい、ヒデさんか。ノリよく行こうぜ。ノリがね、ノリよくしてくれるの。魔物の気配を探りたいのか。もっと頑張らないと。頑張らないとね。私の力が必要。仕方ないな。さて、いい仕事はあるんだろうね。いや、なんか薬師多いね。多くの人を救うために。踊り子少ないね。成果の教え解いてあげるわ。お、カノンさん
90連でようやくアグネア確保できました。あ、僕のおかげ。ああ、聖火神の加護ですね。お、ペレシーの加護。おお、来た。君も遺跡に興味があるのかね。ペレジー来たよ。僕の我らがペレジー。でも今日めっちゃ渋いな。お、めっちゃ渋いね。一個も出ないもんね、かぶりとかも。50連、今60連目いきましょうか。そう考えるとやっぱあれだね、今までがもう神引きだったのがもうすでに神引き案件ではなくなったね、この段階で。あ、確定じゃない、これで確定だけど星6の演出じゃないもんね、これは。あ、星6だ、これキラキラついてる。みんなのために来たんじゃない、来たんじゃない。これ来たでしょ。私にふさわしい人いるかしら。どんなやつも料理してやろう。来たよね、これ多分。立派な狩人にならなきゃ。クーサニーのカゴだね、次くんじゃない。クーなと。トガミトだ。トガミトを殺すのが。あ、お調子者ソワちゃん来ちゃった。一人前になってやる。次かじゃあ。来た。さあ、一緒に踊ろう。来た。みんなを幸せにする。それがスター。来た。はい、あ、ウィング。義賊に憧れる。ただの盗賊だ。ああ、鳥来たね。海の生き物調べたいです。まあ今回はでも1個だけでしたね、1個だけだったね。来た。なんかあれふ、まあ爆死ではないけど、君が導いたもの、それは2つ世にありし、ソリスティアの追憶。私は踊り子のアグネア、スター目指してるんだ。スターは希望、みんなを幸せにする存在だからね。行きましょう。あなたにも見せたいな。ね、一緒に行こうよ。来たー。60でしょ。微妙なんだよね、微妙なんだよね。テメノス行く？テメノス行くか。つまんないもんね、これじゃあね。これじゃつまんないよね。爆死じゃないもんね。テメノス行こうか。これパルテテよ。テメノス行こうか。アグネアね、60でゲットだったんで。テメノス行こうか。せっかくなんで、うち新刊薄いしね。お、テミノス10連で出た。100連で、あ、確保できた。あ、じゃあいいですね、それはいいですよね。普通だね、普通だね、これは。来い、ノエルさん。この大陸にはいろんな伝説があるの。ってことで、ほろ酔いのピーチが終わったので、ほろ溶けのピーチ行こうかなと思います。一人前の商人になるんだ。ほろ溶けって日本酒なんだね、日本酒でピーチなんだね。ベロ酔いになっちゃう。私でよければ。さあ行きましょう。テメロス、テメロスまで。あ、こいつ
その、デバンさんちょっとさ、って言うから、旅の中で腕を磨かねばなり、なんかあれだね、成果の導きってやつだ。あ、日本酒だ。より美しく、より情熱的に。イブリンさん、でも踊り子はもう出たからね。俺は商人みたいなもんです。あのし、あ、俺はつって、俺は商人みたいなもんです。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。貴族、テメノスどうなんですかね、強いんですかね。ナミレイコさんありがとうございます。ちょっとテメノス狙っていこうかなと思います。うち新刊弱いからな、薄いんですよね。さあ行きましょうか。で今日なんかあれですね、ブラックアウト長い説のあれが、神話が全然あれですね、 ないですね。もやも普通。あ、確定じゃないこれ。いろんな踊りを見てみたいな。やっぱブラックアウト長いのは出る説、うちのガチャテーブル。すみませんすみません、やべ、ブリジットさんが謝ってるってことはやばいぞ。でもこれすり抜けのなんかだよね多分。テメノスさんじゃないよね。私にふさわしい人いるかしら。でも異端審問官だからね、テメノスさん。立派な学者になるために強いよね。メノちゃん新刊、新刊フラグ立ってるよ。これ新刊フラグじゃない。あー来た。あ違う、お手伝いさせていただきます。うわ、我ら一族の誇りを取り戻します。蓮見来たんだけど、マジ蓮見ずっと欲しいって言ってたよね。マジ蓮見来たんだけど。君も僕のファンかい。めっちゃファビってるじゃん。はすみちゃんの声初めて聞いた。いい観客になってちょうだい。踊り子で攻めてくるね。救える命を。多分今の確定演出あれだもんね、はすみちゃんだもんね。お、巫女の時点で当たり。おー、はすみちゃん、もちろん僕は情弱なので性能は一切見てないですもしもし旅の方、あ、フルボイスだった、すいません。はすみちゃんの声、私オルステラの外より参りました、はすみと申します。はすみ会いたかった。まだこちらについて日も浅く、よろしければこの大陸のことをお教えいただけませんか。しかもちょうど日本酒飲んでるから和で攻めてきたね、和というか。じゃあもう一回行きましょう。デメノッちゃんじゃなかった。ハスミのドット上位のに入るぐらい好き。ハスミちゃんのいいっすよね結構。あの、あ、ブラックアウト長い。うわ、あ、これやばいんじゃない。あ、やばい、あ、やばい、緊急メンテ入るかもしれない。この輝きは尋常じゃないぞこれ。始まっちゃったかもしんない、うちのドッカンバトルガチャ。あー、これはもう来ちゃった。あー、もう開幕来ちゃった。あ、でも違う、僕の武勇を後の世に伝えてほしい。知らんやつだ。またお前か、旅をしよう。ライオネル君か。ライオネル君持ってるよねこれ、もしかして。いいだろう、手伝ってやる。あ、でもさ、今の輝きはさ、星6確定かと思ったんだけど、違うのかな。助けられる価値などない。違うっぽいね。君の話を聞かせてくれないか。今のって星6じゃない、確定じゃなかったんですね。ダメな方のラですよね。かっこいい貴族、それが僕。最強剣士来たっつって、なんかライオネルさんちょっと俺にちょっとしつこいところあるよね。若干。
ちょいちょい出てくるよね。鳥が飛んでいるのです。あの石は砕く、砕く。エリカ城に捧げる。みんなのために。神様に祈りを届けないとね。あ、今の光り方でも星6の可能性全然ある。でもこの感じだと違うっぽい。で、今回はライオレルさんがあの持ってっちゃった感じかな。いい光だったのにな。私の仕事は高くつくだよね。ライオレルが持ってったな。マジか。天井、うん、まだいけるね、まだいけるね。3周年だ。まだいける、まだいける。ブラックアウト長いの始まったよね。テメノスさんになってからなんかさ、ちょっとうちのドッカンテーブル温まってきたよね。あ、でも普通のもやだね。普通もやだね。さすがに2回連続はね。2週連続。私はコニー。コニー、立派な聖火騎士になるために。ハスミは上がったわ。あ、星6の光り方以外でも星6でない説あったけど、他の人の配信でも普通の光り方でも星6でした。そのやつ、ちょっとレバンさんちょっと心配なんだよね。どんなやつも料理してやろう。私は両親を安心させたいんだ。僕の庭で好き勝手させない。ジュランさん、せっかくの酔いが冷まされてしまったな。こっちベロベロっすよ。すごい進化になってみんなを楽させてやるんだ。あ、壁さんこんばんはです。ありがとうございます。テメノスとアグネはどっち優先した？あー、どうですかね。僕ちょっと性能的に言うと、ちょっと今多分歴戦の猛者たちが多分見てくれてると思うので、優先すべき。ありますように。どうですかね。僕ちょっと似た目で選んじゃってるんでアグネアちゃんにしたんですけど、実際どうなんですかね。ペレジーもおとなしくなっちゃったな。もう行きましょう、もう一回行きましょう。あー、テメノスとアグネアはマジで人の手札による。これも普通のモヤモヤだもんね。爆発する気配ないもん、ね、弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。貴族もね。伝承から様々な学びを得たいのです。あ、グネアの方が汎用性ありそう。選ばれし者の3章クリアで覚醒石2000個クリアしてね。え、ミッション。すごい進化になってみんなを楽させてやるんだ。配信しようよってことだね。早く一人前の踊り子になるんだ。早く一人前の踊り。あ、でも違う。おや、何か質問かな。知らない人だ。違う、サイラスさんだ。さあ、世界を学びに行こう。一突。早く一人前の踊り子になるんだ。急にあれだね、しれっと出てきたね。僕の庭で好き勝手させない。ロロちゃんすげえおこなんだけど。みんなのために。あー、バフ要因少ないんだからアグネア行こうと思って。僕もねアグネア狙いではいたんですけど、やっとポーラ来たよ。マジポーラ遅い、ポーラ来るの遅い。今日、君も僕のファンかい。君も僕のファンかい。ポーラ来たよ。地味にポーラもね、うちのね大事なあれだから。
さあ行こうか。まだ行くよ。まあ、ハスミは上がったね。ハスミは上がったよね。え、指輪飛んでくるのめっちゃ早かったんだけど今。これは期待できないね。せっかくの酔いが。俺には誰かに助けられる価値などない。ハスミが出てからすげえ酒の飲むスピードが上がったんだけど俺。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。ですのよ。いいだろう、手伝ってやる。はい。ね、弱きを救うのは貴族のつっていいだろう、手伝ってやるつって。君の話を聞かせてくれないか。いや、てめえのっちゃん。私は両親を安心させたい。私でよければ、まあ、この回は多分貴族団の名を必ず轟かせる。ここは多分渋いよね。出そうな空気出てないもんね。いつか一人前の商人になるんだ。ここはそうだよね。ここはそうだよね。あ、優勝50連でいろんなキャラ選べる。ああなるほど。あと少しで天井だね。あと30連。まあ、ここまで来たら天井は行くよね。ちょっとお酒をゲットしてきます。よいしょ。次もね、ピーチ。桃と紅茶。バーポームムってやつ。持ってきました。さあ、てめのっちゃん出るまで回しましょう。乾杯。このモヤモヤどうなんだろう。なんかモヤモヤすげえ多いんだけど。でもなんか、星6出る気配はないよね。パコンしないでしょ。しないもんね。魔物の気配を探りたいのか。あ、全然味違う。アズライトさん。私の仕事は高くつく。あ、テメノスよりリユウの方が強くねっていう。星6だしみたいな。かっこいい貴族、それが僕。かっこいい貴族、それが僕。もっと頑張らないと。俺は商人みたいなもんです。ここは星レアリティのやつ出なそうだね。どんなやつも料理してやろう。なんかいい感じにモヤモヤ出てるなと思ったけど、ペレジー来たー。君も遺跡に興味があるのかね。次ビッグ確定でしょこれ。アズライトさん。私の仕事は高くつく。次ビッグ確定だから。はあ、確定って。確定ではないでしょっていう。さて、いい仕事は。さあ来るか。ペレジーの加護があるからね。さあもう一度引こうか。140連目。次で天井だね。さあ。あ、ブラックアウト長い。やっぱペレジーの加護あるかも。あー、やっぱペレジーの加護やっぱあるくせえこれ。あー、これ確定だもんね。でもこれ、この確、これはでもあれ星6の演出じゃないよね。これは虹っぽくなってないもんね。バーコン。聖火のお導きがありますように。聖火のいいこと言うね、セドリックさん。さて、いい仕事はあるんだろうね。頼むよ、頼むよ。
いろんな踊りを見てみたいな。うん。星六？あ、この前パルティティオで弾けたのでレオン欲しくて、あ、周年ガチャ引こうか悩み中。なるほど、いいですね。ポーラ来た。明るくしてあげる。明るくしてくれるらしいよ。次か、違った。神様に祈りを届けないと、ね、もう一回ね。お祈りね。多分じゃあ異端審問官来るのね。明るくしてくれる神様に祈りからの違う、違うかい。鳥が飛んでいるのです。鳥が飛んでいるのです。せっかくの酔いが冷まされてしまったな。おいおいおい、リスナー様の気持ちをデュランさんが代弁してるみたいな感じになってるじゃねえか。引っ張るね、確定演出。すごい新刊になってみんなを楽させてやるんだ。新刊フラグ来た。違うの？狩人だったら大シュート。来た来た。真実は炎の中に。てめえおっさん来た。聖火の加護があらんことを、なんてね、なんてね。名探偵来ちゃった。次天井だからね。次天井だもんね。君が導いたもの、それは二つ世にあり、アリシ、ソリスティアン、強く。あと10連どこに行こうかね。どうも。私はテメノス、異端審問官です。今、ある事件の調査をしてましてね、うん、手がかりを探していたところ、あなたに着きました。ええ、ご一緒してよろしいですか？ご迷惑かけませんから。メンテナンス案件ではないですよね。そこまでざわつく案件ではなかったですよね。言っても次で天井ですからね。天井で一個ずつで一個ゲットできるから、でパルティティオとは別だもんね。だから、うん、そう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 、僕の手持ちだとテメノスの席がないんだよね。そう、正直ギャルパーティーだから。FF7 コラボ来そうなんですか？クラウド来る？ FIFA 来たらやばいな。まあまあ、アグちゃん回して最後の天井で1個出たら最強。もうそれ神引き。ここで確定演出来たら緊急メンテナンス案件になっちゃうよね。で天井でアグちゃんとつる、天井でアグちゃんとつる。でこれでいこうか。まあスヌーピーのねおかげでね、1000もらえたからね、まあ、ここはもう天井までさすがにね、お祝い3周年、天井まではさすがに行かせてください。天井案件、まあ最後アグちゃんここで出たらいいかな。お、ブラックアウト長い説。あー長い説。あー来た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 、あー来た来た。これで来ちゃったらもう緊急メンテナンス入る。あ、もやなしですよ、もやしっこですよ、もやもやなしの確定演出なし。アズウィンゲートさん、貴族に憧れる、ただの盗賊。ラストシットですね。まあアグちゃんに確定で取ってるのはどうした、ウィンゲートさん。貴族に憧れる、ただの盗賊だ。盗賊やめてよ、盗賊の塔やったからって。まあいっぱいやりたまえ。ベロベロ。これ今4本目。トガミ塔を殺すのが俺の仕事だ。アグちゃん必殺技とつのがいいのか。
そうなるともう一個出てほしいよね、ここで。私は両親を安心。聖火の導きってやつだ。天井でね、天井で導きだね。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。神官下る。すごい神官になってみんなを楽させてやるんだだーっつって。君の話を聞かせてくれないか。ターヒルさん、ノリよく行こうぜ。まあノリよくね、気持ちよく天井だよ。最後は何も出なかったね交換所。まあアグちゃんかな、取るなら交換はアグちゃんかな。問題はさ、交換できるやったよね。まあ、アグネア行きましょうか。あー、150連でピックアップ3体天井コア、まあ勝ち。まあそうだよね、しかもテメノスさんと、あ、やっぱこれ虹だもんね。え、でもやっぱこの演出なかったよね、今日これなかったよね、この輝きは。バーン。あ、でもあったか、1個。さあ一緒に踊ろう。さあ一緒に踊ろう。みんなを幸せにする、それがスター。でもあれだよね、サイラスさんも一突できたし、ハスミちゃんが出たのは僕の中でも結構あれかな、すごい良かったかな。悪く、うん、まあまあまあ勝ちですよね。まあ確かに。で問題はそのさ、交換するところってどこにあるんだろう。こっからあれだよね、それどこにあるんだろう。ここまず最強の剣士を砕くでしょ。サイラスは、アラウネ様はさ、あれだよね、必殺技に使うか。満足のガチャ、あ、まあまあ神引きではないけど、あれですよね、神引きではないけど、10段階中で言うとどこになるのかな。10段階評価でいくと6とかになるのかな、7とかになるのかな。まあ、興奮する、ざわつくあれではないですよね。ざわつく、やっぱその先週とか先々週、やっぱもうざわつくレベルだもんね。やっぱりおかしいだろっていう炎上案件だったもんね。そういうのに比べると全然神引き、そう、神引きとかの次元じゃなかったもんね。先週と先々週は神引きの次元の枠超えてたから、そう考えるとまあ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 勝ちだよね。勝ち、勝ち寄りの勝ちだよね。だけど神引きのラインには行ってないって感じじゃないですかね。普通、うん、まあね、天井までで一個も出ないとかもあるからね。そう考えたら、か、勝ち寄りの勝ちだけど、神引き寄りではないよね、っていう。僕、個人的には、ハスミはすげえ上がったけど。まあそうだよね、ピックアップ3体はそうだよね。確かに。そう考えたら。ピックアップ一個も出ないことはあるからね。100連で。100連っていうか、まあ100連でも。ワンチャン天井。それがソローネが俺そうだったから。天井でピックアップゼロだから。ピックアップどころか、あの、レアリティも新規ゼロだったからね。被り1個ぐらいだったんじゃないかな。っていうレベルだったから。とりあえず砕くのは、ライオネルさんでしょ。サイラスさんは取った方がいいでしょ。ライオネルさんは、ごめん。
ライオネルさんはごめん。え、ちょっと待って、これさ、エリカいけるでしょ。まあ選ぶあれからだよね。これってどこにあるの？選べるのってどこにあるの？あ、まあ道中2人の主人公がすり抜けしがベスト。あ、そしたらまあ確かにですね。ちょっと待って、その選べるってどこにあるの？情弱さ、あ、導きのこれ初めてだからな。違うのかな、何なんだろう、どれだの、これでもないか、これ何、70、あ、これ何なんだろう、アラウネ様交換できない、リンユこれ交換しとこう、忘れるから、これでいっか。交換のその他の1番、あ、交換のその他1番か、導きのその他の一番上選べる、これだ、選べる、3周年選べる、歴戦の旅人の同席ネーハ、やべえ、名前見てもわかんない。ちょ、ググりながら行こうかな。ネーハって誰？もうギャル狙いでしょ。またあれだよね。早速、ネーハがわかんないんだけど、画像見たいよね。ギャルじゃん。ギャルじゃん。まあまあまあ、落ち着こう。今のところ候補に入れとこう。はい。